それでは今日のパワープロバンプ高校強化バージョンですね、やっていきたいと思います。でデッキの方はこんな感じ、全員女の子になってます。で全員女の子なのは魅了でなるべく経験点を稼ぎたい方、魅了を中心にやるわけじゃないんだけど、魅了した時に、まあ、固まりやすいように全員女の子を連れてきてますというとこですね。で一応二股になってるんですけれども、まあ、余裕はあると思いますバンプは。で練習そのものだけの経験点はあんまりすごい稼げるわけじゃないと思うので、まあ、デートしてる余裕もあるでしょうということですね。まあ、デートでゲージを調整するっていうのもできるん でイベント経験点の高いミオちゃんとアスミちゃんを入れてます。で最初は通常なんで、まあ、評価上げながらコツを取れるところは取っていきますか。これなんか最初から強化してほしいよね。じゃないと多分経験点の絶対量がねなかなか足りないと思うんだよね。経験点が上がってるとはいえ、あれもうタッグアップ誰早っクロセイラ早えな。まあ、ちょっと評価上げたいよね。まあだってこれでもまあこれくらいだもんねっていう経験点的に。ただのタックの経験点しか乗ってないからね。タックの経験点とかにどれだけの倍率がかかるかっていう、もう今なんかそんな感じだからね。練習だけの性能だと、まあ、ここはちょっとさすがに回復しておきますか。早い。でクロセイラもね全然レベルは上がってないんで、あすみちゃんねちょっと評価を上げておきたい。一応お守りは持ってきてます。評価上げやすいよ。プレミちゃんもちょっと久しぶり使うの。あとどれくらい、あと1回練習するとゲージがピコピコなるんで、あすみちゃんいないんでみおちゃんの評価上げていきましょう。これで吸収使うのいいんじゃない、体力的に。どうしよう、一緒に行動しよう。これ体力がめちゃ減る。そしてここで吸収をかける。どうでしょうか、対して体力がね、ここか。どっちから吸収する、俺ミオちゃん好きなんだよな、それだけ。ミオちゃんから体力を奪ってんの、これ何、何を吸収してんのよくわかんないけど。てかクロセラ入れんだけども。でここはまあ体力あるんで強くでいいでしょ。ちょっと待ってね、クロセイラが走り出したんでやばいぞ。 D すら持っていけない。 E で頑張ってもらうか。走塁どうしよう、敏捷が欲しいといえば欲しい。少しでも一回だけやろう。刺激とかね、一番最初のバンプは刺激が結構メインだったけど、なかなか使いづらいところにはなってるよね。あすみちゃんとみおちゃんちょっと両方もう10月か、何気に上がりきてない。何でもカップ、これ何がいい、打撃、打撃ってアベレージヒッターだったっけ。これちょっとコツ目的で、でみおちゃんまだやろう。とりあえずどっちからも告白を受けられるように。これは成功失敗があるんで助けを呼ぼう。安定で次練習してもメンタルだったらいかないかなっていう感じ。このゲージの感じをね掴むのがやっぱり重要なんで、アベレージヒッター掴んだ4だ。
かすみちゃんのお願いももう評価上げていいでしょう。コツももらえるし。あ、ここでピコピコなんのか。これはちょっと予想外だったな。予想外だったけど、まだ練習1回できると思うんだよね、このゲージ量だったら。なのでミオちゃん乗ってねえじゃねえかよ。これ何かある、多分あれに変わんな。魅了しておく。監督魅了できる、超どうでもいいけど。ミオちゃんか、魅了するまでもないけどね。いやどうしよう、やっとくか。ちょもう一回やっとこう、休憩しよう。あれ11月からあれか、でも練習しよう。はい、大丈夫なはず。強化、強化はだからね悪くないと思う、経験点的な話をすると。でこれ付き合って二股になりたいんだよね、あすみちゃんの場合は。マジで説明聞きません。ちょっと物語を一回見たい気もするけどね。これはもう吸血かけよう。146、49、バランスがいい。いやここ技術がすげえ、ま、経験点だけ見るとね。これ人がいっぱいいればいいんだっけ、強化って。5人いるとめちゃ経験点もらえるんだな。経験点に走ろう。強化発動。うわこれは無理だ、絶対無理。おっかわした、よくかわしたな。ツボ犬の方か、体力あるんでやってみようか。いい経験点をしている。さてブラッドもさ、すげえ微妙だよね、いらんっていう感じマジで。レイリーまだか、ここに入ればわりかし調整はしやすいんで。ゲひどい。てかミオちゃんどうなってる、え乗ってない、サボり癖ついてるけど、やろう、パワー欲しいし。練習でレイリーが走り出して、サボり癖をどうするか、アスミちゃん頼む、君にかける。ラブパ、パワーひくれよ。いやそっちじゃない。でカップルも走り出したんでやっていきましょう。でレイリーまだ監督強化もちょっと気にしないとね、ここ練習試合ないんで。っていうかサボり癖だからサボるとまずいよね。うん、叱ってくれない。よしミオちゃんすっげえいいタイミングできた。でね、なんていうの、吸収は練習レベルに依存するんで、練習レベルが上がった後半でねやりたいんだけど。じゃあちょっとレイリーのためにミートを上げて、走力もちょっと上げとこう。走力はプレミちゃんのため。あと一回練習できるんだけど、強化とかでいいんだ、一番使いやすいんだよね強化って。無難で吸収はどうせ体力回復するから。何が足りてない、技術は大量にパクったからな。ちょっと筋力やっとくか、強化でね。オーブ貯めるのは普通にやってれば余裕はあるんで。さてとりあえず5人いるとこ、ここ敏捷があるね。そうだよね、5人いるところがいいんだよね。はい、でただもう2回やっちゃったから他のもやらないと。刺激あたりをやるか次。メリークリスマス。代打。ちょっとコツも潰すか。精神ポイントが今全然足りてないな。でハイボールヒッターと。
ミサちゃん微妙すぎる。でレイリーまだまだって言っても大して気にする必要ないんだよね。別にタックを早く組めるようにしたいっていうわけではないんで。でまあレイリーはね練習性能がそこまで高いわけじゃないんで。バンプーはどういう編成がいいんだろうね。基本的にやっぱり吸血で経験点を稼ぐ方法なんで。野球が上手くなりたい。二股になってるけど全然げえひどいひどいけどミオちゃんの代表はまだマシなんだ。刺激を一回かけとくか。もう2回くらいでも練習してからデートしたいよな。監督強化も大丈夫だな。あすみちゃんはまだ全然デートしてないからまだまだ評価が上がる余地がある。あ忘れてたまあでも監督強化大丈夫で、メンタル見て強化か。じゃあちょっとデートしよう。ちょっとあすみちゃん少し進めていこう強化的に。料理が食べたい。まあ別に評価普通に上がるからね。で少しデートを重ねてシャッフルが2ターンか。まあいいや、シャッフルがあんまり気にしてないからな。でこれは同じもの。あれこれ代打だっけ間違えた。まあいいや、これ誰がいい？あ、これ変わっちゃいそうだよね。矢部くんにしとこう。そういえばさ、イベントで変わるやつがあったよね。で、もう一回デートすると、多分極限状態になるから、あすみちゃん3回目。で、ここは経験点爆稼ぎできるんで、触れないでおく。いいね。お、つぼけんやろ。体力はあり余ってる。じゃあ一応タックが組めるところにセイラか。どうしよう、これなんだっけ、イベキャラの人数か。イベキャラが固まんないといけないっていうのはちょっときついよね。じゃあ経験点でしょ、別にいいや。筋力精神よし、精神は欲しかった。でバレンタインで体力回復できるんで、じゃあ次は魅了しますか。いやミオちゃんのイベントマジでいいよ。まあ最初はあまり気にせずやってくる。まあコツがあればコツみたいな。チャンスで、レイリーが2回目。経験点がそこそこ溜まってきたんでちょっとさばきますか。ミート S くらいにしとこう。で僧侶、まあ、BA にしとこう。いや B にしとこう。ちょっと上限アップがあるわけじゃないんで、で C にしとこう。こう考えるとやっぱり経験点が少ない気がする。僧侶セイラ、セイラのコツなんだっけ。冷静、すげえいいのがあるわけではなかった気がする。まあ、なかなか珍しいことを持ってるだけやる気が下がった。ちょっと潰しとくか。守備移動って取れる機会あったっけ。なんかなさそう。打開上り調子は1のやつは置いておくか。レースキラー最後取れるしね。初級は取っとこう。パワヒが欲しいんだよ俺は。パワヒはあれで取るか。強奪で。で、そうやね。そろそろ魅了にしておいて、デートを重ねよう。要は、意図して、これどっちがいい？真帆ちゃん。意図して発動できる状況を作る。ここで、まあ、もし、
魅了になるんだったらいいんだけど、そもそも魅了がないと、魅了がないんでお出かけしてデートして時間を稼ぐ、ゲージを調整する。で一応吸血見てもう一回デートはね大丈夫なはず。これ264528792、何人いる、123人か、3人で792か、まあいっか、792取れればいいでしょう。要は800でしょう。だから魅了なんだよやっぱり。金徳一つ捨てて魅了をしまくるっていうのもいいかもな。ちょっとやってみようかなそれ。まあとりあえずこの経験点って2種類なの。2種類だね。筋力精神、おすっげえいいのが来た。大番狂わせで、パワー上げられんね。で精神、よしよしよし、やっぱり魅了だな。で今何色、あと刺激かってことは、もう1個オーブは余裕があるんで全色、全色5色、123456 7でしょ。5色だからニコニコがいけんのか。あれこれ超経験って言ったっけ。すげえ揃ってんだけど、回収しとくか。珍しい。もう一回魅了かけたよね。で刺激を最後にする。レベル3にしたいんだよね最低でも。かといってさ同じ練習ばっかりしてるわけにもいかないん でそうすると守備とか上がりきってないな。みよちゃんちょっと待って、コツが欲しい。それだけ、パワー費をくれ。おい、じゃあまたそろそろ。ない、あれがない。一回じゃあ刺激にしておいて、まだゲージは大丈夫なんで一回刺激にする。これは美少が上がりそうだな。練習レベル、総力上限突破があるわけじゃないからな。でもう一回練習すると死んでしまう、死んでしまうんだけど、ないからデートしよう。みよちゃんでもう一回練習できるかな。うん、一応できるはず。強奪強奪強奪、じゃあもう強奪かけちゃう。強奪にしてこれ残るよね、この辺じゃ残るはず。いや2でいくか。じゃあ強奪にしてパワー比が欲しいんだよ俺は。パワー比を確実に回収しよう。でプレミちゃんも、うおーギリギリ、あれがギリギリか。ミオちゃん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 、ここ一般人しかいないけど大丈夫だね。内藤さんちょっと微妙、あでもあれだな、経験点はそっか1だからか。内藤さんコツ潰そう。この経験点があればいける、チャンス潰せるでしょ。だと突入持ってたよね、この3つだったはず。一応確認しよう、内藤さんとかも全然使ってないから。イベントデッキじゃなくてチームメイトの能力を確認する。内藤メールさん、チャンス、パワーヒッターとムードもあったか。危ねえ、忘れてた。ここでムードをめちゃくちゃ手に入れたみたいになるとさ超悲しいよね。この4つか。じゃあ行きましょう。経験点的な話をして精神も取れるんで、ここは内藤さんからコツを回収します。ヘッスラ、パワーヒッター、ヘッスラ、これさヘッスラ何なのいつも思うけど、ヘッスラを潰しておいた方が良かったのか、そういうこと。ヘッスラは先に潰しましょう。2、まあ、2あれば十分よ。ヘッスラ5とか533とかで、あとは123455種類揃ってるでしょ。どうしよっかな。
魅了してちょっとデート進めていきますか。じゃあコツだな。で総力ブーストで魅了が欲しい。あすみちゃんのところか。ただここ経験点がそこそこもらえるね。100超えるともうすごいけど、100だからね言うて。これしようで魅了にしておいて、あとはちょっとデートしっぱなしでいこう。もう一回練習いけんな、これいけるけど、体力がないからやっぱりデートしよう。ちょっとあすみちゃんデートしきっちゃって評価がどうなるかを確認しよう。借金してでもこれっていくらなんでしょ。待って、これ見てないや。いいや、イベント内容も全部シカトだからな。ここで対エースくれるんだ、やった。あ、これ変わっちゃうんだよね。変わっちゃうんだけど、なんかわかんない、変わんないやつがいいんだけど、選択肢を調べてる余裕がない。よし、変わんなかった。なんとなくそんな感じがしたなという、ただそれだけ。まあ、練習する必要もないしね。デート進めるか。え、ちょっと待って、これさ、人数的に2人、極限状態になってないところでいくつ取れるの。いや、全然取れねえわ。110しか取れない。じゃあ やめとこう。デートであればかなりゲージを減らすことができるんで、減らすっていうかゲージの減りが少ないんで調整が効く。それで女の子がいっぱい集まるまで待つ、魅了作戦。もう一回デートができるんだよこれ。人だけ見る。1、2、3欲しいよね。3欲しい。ちょっと吸血だけ見よう。だから経験点的に528。いや、3欲しいよ。もう1回デートしよう。うまくいけばもう2回デートできるんじゃない。みゆちゃんまだ3回残ってるしね。でちょっとあと経験点さばくか。みゆやる気とか、これも大人。いや、ダメだ、死ぬ。やっぱり死ぬわ。少し肩上げよう。てかやっぱり足りなそう、経験点マジで。一応 A まで持ってって、呼吸も持ってって S まで、パワーも持ってって、これも吸血せざるを得ない。0264、528、528、264、3人揃わないな。じゃあ、なんだ、何がいいんだ、守備でいこう。あともう一回なんか筋力を、あ、筋力減少。高速レーザー。ちょ、外野だから。よし、とりあえず成功。かなり掴んだ、珍しい。もう一回魅了できそうだよね。なんかうまい具合に経験点、これ経験点のもらえるあれがよくわかんないんだけど、守備なのに筋力がもらえた理由がよくわかんない。それランダムなのかな。ランダムで2つなのかな。3種類欲しいよね。ちょっと2種類だと経験点の偏りがあるんで、ウーバンクーダースもどうせこうせコツ取れないからもう取ろう。牛箱やっぱ重い、牛箱重いから敏捷必要だな。で、あとは、まあ、練習しながらっていう感じかな。練習しながらもう一回魅了したい。で、デートが一回残ってるんで、まあ、それは調整用にして。で、これはもう最後の方に来たんで、選球眼。いや。もう練習がさ全然だよね。全然、まあ、とりあえず筋力足りてないし、スカウトさん評価も全然ないや。俺の筋力を見よう、スカウトさん見てくんない。そっか、スイープもあんのか。敏捷どうなんだ、足りるかっていう疑惑。
ってもう2回練習するんだよね。そうするとはい、で次練習して魅了にしてデートして完走。よし、この流れでいこう。ってことは牛若はもう取っちゃおう。めちゃくちゃ敏捷が減る。てか全部減るわ。はい、で牛若取ってもさ守備力がないからさあんま意味ないよね。まとりあえずで、でここで魅了にしたい。魅了にできる、やろう。でそこから一回デートするでしょ。デートするっていうかこれデートしたら死んじゃいそうだな。人が全然いねえ。これデートしたら死にそうじゃね。大丈夫、デートなら。練習はもう絶対ダメ。264528で妥協するか。4周目にデートしよう。はい、筋力と敏捷、まあ敏捷だいぶ使ったからね。でサクッと、さてパワーを上げきっちゃう。じゃあギリギリだな。あれ、それミオちゃんってアーティスト取ってなくね。もう2回残ってたか。まあいいか、アーティスト取れればだよね。まあ、最後はね経験点高いけど。そうか、1回なんか無駄な練習をしちゃったからな。であとミオちゃん使うんだったらやっぱり新アーティスト重ねたいよね。で一応まあバンプは最後まで発動してるんで、まあ、かといって極限はできないから、極限はできないからここは魅了がないんで、まあ、最後強化とかでサクサクサクっと取るのもありだよね。コツ欲しいのはもうないしな。とりあえず強化にしておくか。ゲージを、でまだスイープ取ってないから敏捷は使うんで、敏捷はまだまだ必要でしょ。スイープ取っちゃう、取れるときに。筋力と技術、いや、やっぱり能力見る限り経験点足りてないな。要はゲージの減りが少ない状態でどれだけパクれるかだよね、経験点を。一応強化あんのか。減れば減るほどやっぱり変わるか。これってどれくらい、大してもらえねえ大してもらえねえな。もう1ゲージ減らすか。じゃあで最後にやろう。コツはもういいや。あすみちゃん、で精神あげよう。はい、あとはいやミートと肩か、ま、エピローグ経験点はねドカッと2人くれるのとエースキラーか、あとアマネちゃんからも多少もらえるんで、これ6上限アップとかはもう無理だよね。やっぱ最低でも1万2000の経験点が出るような高校でうまくいけばそこからさらに経験点が乗っていくみたいな。100もらえるのか全部で。いや全然こっちの方がいいわ。半分くらいまで減ると150くらい稼げる。人がいっぱいいればだけど、まあ最後バランスよく経験点もらっていきますか。はい、であとエピローグ経験点で調整して不動の4番とか歩行とか。不動の4番は無理だな。てか5回目をやってないから。でも5回目やんなくても
もらえる時があるんだよね。高速レーザーも取ってねえじゃねえかよ。さよなら男も取って、これ無理だ、いろいろと無理だ、いろいろと経験点が足りない。せっかく上限アップを連れてきたけど技術も足らんな。敏捷がちょっと余ってんのか。溢れることはないから考えよう。経験点見て、全然打てんかった。ああさあ、ドラフトとか低そう。3位か。でミオちゃん不動の4番取れた。別に5回目のデッドしなくても取れるんだよね。4番丸が取れないのかな。で経験点稼げるでしょ。ただ金時が結構残ってるんで、対エースのコツをつかんだとはいえ1万1000だよな。これで1万2000届かないからね。1万2000がいいかって言われるといいわけじゃないんだけど、最低でも1万2000欲しいよね。あ、なんかうまくいかなかったなっていうのでも1万2000が欲しい。先に金徳だけ潰そう。じゃあでそうすると能力的に肩だな、上げられそうなのかだよね。でもうミートは無理、守備とか全く上がってないし、だ精神が結構余って不動の4番も取れないわ、よく見たら。高い気打ち、上り調子は意外にあれが足りてない。で技術ねえんだ、え精神だけすっげえ余ってんな。逆境って25必要なのか。チャンスももう取っちゃったしね。走塁104、これこれ、いやー余っちゃったな。経験点が偏ったのか精神に。そんな感じは特にしなかったけど、そういうことか。 SS1 とかね。というわけで、まあ、バンプ強化やってみましたけれども、なかなか難しいよね。通常の練習で全然経験点が稼げないのと、まあ、吸血もそんなに頻繁に起こせるわけじゃないんで、まあ、いかに経験点を固めるかだと思います、やろうとすれば。だからやっぱり今新しい高校にね比べると強化されてるとはいえ、今の状況だとなかなか難しいところはあると思いますが、まあいろいろねイベントがあるんで少しはバンプやっていこうと思います。というわけで、今日のパワープロはこれで終了します。お疲れ様でした。